にちは。今日ご紹介のアイテムはですね、小さいカバンなんですけども、今カバンを裏返しにしてあって、お洗濯表示をご表示してるんですが、カバンとしては珍しくお洗濯表示がついています。ドライクリーニング OK になっております。そして顔料プリント製品、この製品は顔料プリントを使用しています。着用やクリーニングの際の摩擦により顔料が徐々に白けることがありますというふうなことが書いてありますね。クリーニングに出される際はドライ、石油系、ネット使用、短時間処理、自然乾燥とご指定くださいというふうに書いてありますね。はい。どれぐらいの大きさのカバンかと言いますと、非常にちっちゃいカバンです。僕の手のひらこんな感じなので、こんな感じのちっちゃいカバンですね。はい。お客様が気になるところ、持ち手です。持ち手の黄ばみです。持ち手がですね、だんだん使っているうちに黒ずんで黄ばんできてしまった、それをきれいにしたいというふうなことでご依頼をいただいております。まあ、誰がお使いになっても必ずこんな風にね、次第に黄ばんではくると思うんですよ。でそれをね、これぐらい黄ばんでからドライクリーニングをしたんでは、やっぱりもうこの黄ばみは取れないと思いますので、顔料プリントの変化非常に心配ではあるんですが、きれいにするのに効果的な作業としてドライクリーニングではなくて、ちょっと洗浄力を重視した水洗いもしてみたいと思います。はい、仕上がりこんな感じになりました。全体的にね、いい感じに綺麗になっております。一番とお客様が気になっていた持ち手の部分ですね、この部分の黄ばみもですね、かなりすっきり改善したと思います。色柄がね、損なわれてしまうというふうなことをやっぱりすごく心配していて、もちろん僕もお客様と同じように望ましくない変化が生じてしまうことなんか一切望んではいません。ただその作業することでね、その可能性のある作業をしないと、この黄ばみというのは変化しないというふうに、思いましたので、どこまでできるのかというふうな見極めがね、その染み抜きのテクニック的なところだと思います。柄を損なうことなくできる限り、いい黄ばみを薄く目立たなくさせていただきました。どうでしょうね、こうやって見るとこの辺の持ち手じゃない部分とね、こうやって置くとわずかながらその色の段差が あるんじゃないかなとは思うんですよ。でここまでね、薄くなったんだから、どうせだったらね、完全にシミをゼロにしたいというふうに、黄ばみをゼロにしたいと思うんですよ。でも濃いシミを薄くするよりもね、薄くなってもう反応しなくなったところからそのシミをゼロにする方がやっぱりハイリスクでございまして、で、どんなにきついことをしても何ともないものだったらいいんですけど、この顔料のプリントはそうじゃないというふうに判断したので、こんな感じで仕上がっております。それでもね、とってもいい感じに仕上がったと思います。はい、ご利用ありがとうございます。